はい、皆さんどうもこんにちは、ササリコウモリです。前回に引き続きポケモンやっていきます。ロケット団員と勝利しましてシルフカンパニーにいてます。ロケット4兄弟の末っ子がこの子。お、寝れるか。寝れません。寝て回復したらポケモンセンターにわざわざ行かんと。そんなんやけど、よっ、ここから先は行かせないで。あそこおったら別にもうお前無視できるやろ。ラッタ、ラッタは怖いな。必殺前歯がちょっと怖いな。必殺前歯が怖いなっつったろ。死ぬ、ひるんだ。ミガドリルチェンジ。リバタイプにノーマルは効きづらいね。ズバットぐらいやったら眠り子だって眠らせたらまた妖怪行って調理するだけ。とりあえずちょっと HP がやばいから回復から先に進んでいくか。回復を積んであいつ起き上がったわ。まあいいわ、妖怪焼き。こんなひどい攻撃すごいんや。あ、効くんじゃないこれ。ピシャー。やっぱり結構痛い。おお、体力ガンガン取られた。寝てもらう。はい、了解。バカめ。うわ、ギリギリ残りだった。電気ショックで痺れさせてやればおしまいよ。はい、勝ち。チェンジ。あとはタズラ一人でなんとかなるやろ。こらったやつ早い。無理子だ。また妖怪へ。痛そう。はい、勝ち。はい、ここまでのご視聴どうもありがとうございました。それでは今回の動画はいかがでしたでしょうか。面白かったですかね。もし面白かったならばチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の機会でお会いしましょう。それでは。